向き変わったらやばいよ。でも竜巻とみられる突風が発生してからおよそ1時間後、越谷市の上空から見た映像です。道路の両側の住宅の屋根が飛ばされています。そして電線、電信柱、電柱も折れています。倒されています。折れるようにして、倒れ込んでいます。道路を塞ぐような形で、電柱が、マップ。